暗視には年上の彼氏がいます。彼は両家の生まれで、とってもお金持ち。ご両親から無限にお小遣いがもらえるそうです。その上暗視にベタぼれで、いつも学校までかっこいい車で迎えに来てくれます。羨む同級生を尻目に、そのまま彼のマンションへ行き、制服でセックスするのが日課になっています。彼は暗視が高校を卒業したらすぐに結婚しようと言ってくれています。仕事も家事もしなくていいから、ずっとそばにいてほしいんですって。もう最高ですよね。暗視は人生の勝ち組になることが決まっているんです。そして約束の高校卒業が近づいたある日。何？どうして？結婚するって言ったじゃん。いや、だからさ、しないって言ってるんじゃなくて、ちょっと時間が欲しいんだよ。何それ？じゃあその間わしはどうやって暮らせばいいわけ？普通に実家に置いてもらって働けばいいだろ。何それ？ありえないよ。あんたが結婚するって言うから就活もしてないし、うちが貧乏だって知ってるでしょ。ただでなんて置いてくれるわけないじゃん。そんなの知らねえよ。とにかくうちの両親が反対してんだから仕方ねえだろ。ご両親が？古い家だからな、いろいろめんどくせえんだよ。付き合うくらいならいいけど、結婚するなら親子の縁を切るってさ。なんでだよ。理由は何か言ってるの？理由は、まあいいじゃんか、別れようって言ってるんじゃないし。もしかしてアーシの家のことじゃない？アーシの家のこと調べたんだ。アーシの家が童話地区にあること調べたんだ。それで結婚が嫌になったんだ。俺じゃねえよ。俺はお前の家なんてどうでもいいし、お前個人が好きなんだから。ただ親戚も含めてそういうのうるせえ家なんだよ。差別主義者だね。あんたの家族って令和のこの時代にさ。お前だってずっと黙ってたじゃんか。なんで言わなきゃいけないの？それ法律？義務なの？アーシは部落出身だって名札でもつけてなきゃダメなの？そんなこと言ってねえだろ。なあ落ち着けよ。お前も俺が実家に縁を切られたら困るだろう。今みたいに小遣いもあげられなくなるし。そうしたらお前、食っていけんの？電気代は？スマホ代は？全然金ないんだろう。ないよ。飢え死にするしかないよ。だろう。なあ冷静になってうまくやろうぜ。お前はガチで可愛いし、俺はお前がどこ出身だろうとお前が好きなんだよ。だからさ、しばらくは今まで通り実家に置いてもらえって、小遣いも少し増やせるように頑張るからさ。荒波は立てずに。なあ、時間が経てば状況が変わることもあるじゃんか。変わんないと思うけど。いやいや、わかんねえって。親父がぽっくり行くかもしれねえし、俺が仕事で成功して縁を切られても大丈夫なくらい稼げるようになるかもしれねえし。期待できないね。あんたバカだし無能じゃん。いやいや、ひどいこと言うなよ。期待してくれって。それより、なあ、シャワー浴びようぜ。一発やってすっきりしようよ。リアル女子高生とやれるのもあと1ヶ月なんだしさ。あ、でも卒業しても制服や体操服は取っておいてくれよ。コスプレで楽しもうぜ。なあ、俺お前が好きなんだよ。エタでも否認でも関係ねえよ。わかったよ。こうして結婚の話はなくなり、アーシは卒業後、彼から金銭を支援してもらいながら暮らすことになりました。彼が両親公認のどこかのお嬢様と結婚するまでか、あるいはアーシが年を取って女子高生の制服が似合わなくなるまでか。